太宰治でいいんだよな。なるほど。さあ他を歩いてみるか。あっちか、いやこっちだな。この辺を歩いてみよう。佐藤浩市のモノマネをして早十数年、ナイフ舐め一つで歩んできたこの道、そんな彼がわがままに、そしてたった一人ぼっち孤独に山梨を満喫する。甲府の街か、風情があるじゃないか。あっという間に迷ったぞ。ここどこだ？どこに行けばいいんだ？まだ雪もある。寒い。風呂に入りたい。風呂を探さなきゃ。どこだ？寒い。凍える。死ぬ。ここは菊の湯温泉。ここに入ってみるか。おお、風情があるじゃないか。よし、ここに靴をしまって。さあ、どんなお風呂だ？はい、いらっしゃいませ。こんにちは。お、貸しタオルがあるな。タオルも借りして、はい、小さいタオル、手縫いとバスタオルになりますけれども、はい、あ、じゃあバスタオルを縫って、おいくらでしょう。はい、手縫い用が430円なので、490円。はい、10円のお返し、はい、ありがとうございます。あ、すいません、いいです。はい、ありがとうございます。お、消毒もあるな。しっかりしてと。さあ、スーツを脱いで。俺は16番を選んだけど、いや体が凍った。早く風呂に入りたい。どんな風呂かな、楽しみだ。俺、おお、なるほど、これはいいお風呂だ。おお、気持ちいい。おお、よいしょ。おお、よいしょ。いやー、気持ちがいい。生き返るようだ。いやー、温泉なのか。いなー、眠りそうだけど眠らない。ああ、我慢だ。気持ちいい。かけ流しのよ。かけ流しなのか。やるな。道理で水が、お湯が澄んでいる。素晴らしい。もう一回しゃくった。肩にもかけて。いや、極楽、極楽。よし、幸せだ。お、サウナもあるな。ちょっと入ってみるか。
負けんぞ。負けるな、こいち。サウナは己との戦いだ。この己の壁を越えて一歩また一つ大きな男になるんだ。いや、やっぱ無理だ。あ、もうダメだ、ダメだ、熱い。あ、もうダメだ。はい、出ます。うわうわうわ、水が冷たい。おおおおおおお、冷たいですね。ああ、これはうお、全身を水が刺すようだ。整った整った整った。昭和元年です。もうそろそろ100年ですか。そうですね、今97年目ぐらいな、あ、あとちょっとで100年になります。かつては文豪太宰治も通ったと言われてるんですが、本当ですか。あ、本当です、本当です。それは間違いない。間違いない。紛れもない事実で、ね、ただその太宰治も通ってたのって、昭和14年で戦前なんですよね。私たちの祖父の時代で、その当時ってあのお家にお風呂がなくて相当量が入ってきお見えになってたので、あの祖父母も太宰かどうかは、しかもその当時はまだそんなに売れてたわけじゃないので、あの後になって通ってたってことが分かって、それ奥さんの美智子さん の, あの太宰の回想記っていうのに、あのその文章が出てるんですけど、カルシウムナトリウム硫酸塩泉っていうタイプの温泉で、温度的には28度なんですけども、あのお、まあ、あの健康にいいっていうのはどの温泉もそうなんですけど、そしてご存知かと思うんですけど、山梨って温泉湧いてるんですよね。で、あの大学の先生が、まあ、4つのプレートがこう合わさってとこにあるので、泉質がみんな違うんですよね。だからうちの一番近いところの温泉さんとも泉質違います。だからいろんな種類の泉質があって、うちは割と少なめのそのカルシウムナトリウム硫酸塩泉というのは割とあまりないタイプです。常連さんはかなり長く通ってらっしゃるんですか。そうですね、むしろ私よりも私はお嫁に来たので、その前から通ってらっしゃる方もいらっしゃるので、昔はこうだったっていうのを時々聞くと、そうなんですか。ありがとうございました。温まりました。温まりました。ちょっとだけでも多分温まる。いや、もうね、今もポカポカです。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。いい湯だった。気持ちがいい。さあ、風呂上がりはやっぱり何か水分を取らなきゃいけないな。何があるんだ。うん、おお、お、お、昔ながらの牛乳、お、コーヒー牛乳、お、フルーツパイン、クローズ、コーラもいいな。よし、これにしよう。すいません。はい、140円です。はい、よいしょ。やっぱりコーヒー牛乳だよな。一気にいこう。ああ、入っていく、入っていく。コーヒー牛乳が体の中に、うわ、うまい。いや、完璧だ。人間合格だ。やるな。今日もいい風呂だ。よし。おお、体がポカポカだ。いやー、この動画の編集大変だったな。いやー、もうやらないかな。一回で終わりかな。いや、やらないな。